アレクサンドル・ボグダーノフ。アレクサンドル・アレクサンドロビッチ・ボグダーノフ。ロシア語。1873年8月22日。ユリウス歴。8月10日祖国九1928年4月7日。モスクワは、ロシアの内海、哲学者、経済学者、SF 作、革命家。本名は、アレクサンドル・アレクサンドロビッチ・マリノフスキー。と言い,い、民族的には、ベラルーシ人である。 普遍的なシステム理論から輸血による改修までと幅広い科学的関心を持っていた。現代ロシアの同性同盟の手のルカ歌手は別人である。地方の教育者の家庭に生まれる。ハリコフ大学で医学の学位を取得中に革命活動に身を投じてはたびたび逮捕された。1899年に大学を卒業するも、医学の道を捨てて政治哲学や 経済学を極め、ボグダーノフの偽名を用いて、1903年に、ロシア社会民主労働党に入党する。その後の6年間は、ボリシェビキの中で大物にのし上がり、レーニンに次いでナンバー2の地位を得た。1904年から1906年にかけて、全3巻の哲学的な論文、経験一言論を上司。この中で、ボグダーノフは、マルクス主義を、エルンストマッハや、 ビルヘルム・オストバルト、アベナリウスらの哲学に溶け込ませようと試みている。この著書は、数多くのマルクス主義の理論家を魅了し、その一人に、ニコライブ・ハーリーがいる。1905年革命の崩壊後、ボグダーノフは、ボルシェビキの過激派を率いて、社会民主労働党の大議士の解任を要請し、なおかつボルシェビキの指導権をめぐってレーニンと、対立する。両者の不和が、 朝廷不能となった1908年中頃までに、ボリシェビキの指導人の多くは、ボグダーノフを支持していたか、あるいは態度を決めかねていた。そこでレーニンは、ボグダーノフの哲学者としての名声をそぐことに、没頭する。1909年のレーニンの著作、唯物論と経験批判論は、ボグダーノフの地位を貶め、哲学上の理想主義をなじるものだった。 1909年6月に、ボリシェビキの雑誌、労働者の編集士官によって、パリで模様された、小会合において論破されると、ボグダーノフは、ボリシェビキを脱退し、義兄弟のアナトリー・ルナチャルスキーや、作家マクシム・ゴーリキーラのものに加わって、カプリ島に行き、ロシア人職工のための学校を経営する。1910年に、ボグダーノフとルナチャルスキー、ミハイル・ポクロフスキー並びに、 彼らの支持者は学校をボローニャに移して1911年までその経営を続けたがその間にレーニンとその仲間がパリで同種の学校を始めるようになった。ボグダーノフは1911年に献身論者と手を切ると革命活動も放棄してしまう。1913年に特赦を追うようにロシアに戻った。第一次世界大戦中のボグダーノフは 医療に携わり、1917年のロシア革命においては、政治的な役割を何も果たさず、政党への再加入の呼びかけにも応じず、ちょうど1820年代のアレクセイ・アラクチェーエフのように、新体制を非難した。1913年から1922年まで、壮大な哲学論文、組織形態学、普遍的な組織学の著述にのめり込み、後に、 サイバネティクスによって公給された様々な基礎概念を提起した。1918年に、ボグダーノフはモスクワ大学に経済学の教授の地位を得るとともに、新設された社会主義者社会科学アカデミーの総裁も兼務した。1918年から1920年まで、ボグダーノフはプロレタリア文化運動、プロレットクリトの提唱者、理論家の一人であった。 ボグダノフは、著作や講演において、未来の純粋なプロレタリア文化に肩入れする。あまりに、急閉なブルジョア文化の完全な破壊を要求している。ボグダノフによると、目的意識を社会が共有するだけでは足りず、身体感覚さえも、未来の社会は共有する。そして、人間の組織労働の継承としての機会が、専門性や分業を消滅させ、プロレタリアの団結を促す。 工場のリズムでプロレタリアの集団的体が形成され、究極的に100万人全員が同じ瞬間にハンマーを取るというのがプロレトクリトの理論である。はじめプロレトクリトは当時の他の急進的な文化運動と同じくボリシェビキ政権から経済支援を受けられたが、1919年からは敵視され、1920年12月1日付のプラウダ市場において、 ソベト体制の上気を一したプチブル団体であり、社会的に異質な要素があると宣告された。同年末にプロレトクリトの会長は解任され、ボグダーノフは中央委員会に席を失った。1921年から1922年までの間、ボグダーノフは何の期間ともすっかり遠慮くなってしまう。1923年の夏ボグダーノフは発見されたばかりの 反体制集団、労働者の心理をそそのかしたとの権威をかけられ、秘密警察に逮捕され、投獄されたが間もなく釈放された。1924年に、ボグダーノフは、血液も遺伝子も共有財産と考え、輸血実験に取りかかる。不老不死の実現を望んでいたか、少なくとも部分的な若返りを目論んでいたとも言われる。この実験の自主的な協力者に、 レーニンの姉妹マリア・ウリアノバがいた。ボグダーノフは十一回の輸血の末に、視力の回復やハゲの遅延など、良好な兆候を覚えて、満足を表明した。革命カマカマのレオニード・クラス人は妻にあてて、ボグダーノフは、例の治療の後で、七歳、いや十歳若返ったように見えると書き送っている。またボグダーノフは、1925年から1926年まで、血液学、 輸血研究室を開設した。1928年に、ボグダーノフが命を落としたのも、輸血事件のためであった。マラリア患者ならびに、結核患者の学生から採血したために、輸血を通じて、これらの病に感染したのである。しかしながら、ローレングレア村の研究者は、ボグダーノフ自殺説をとっており、一方では、 当時なかなか理解されていなかった血液型不適合のために命を落としたとの見方も出されている。1908年に火星を舞台としたユートピア小説赤い星を出版。この小説でボグナノフは未来の科学や社会の発展についていくつかの予言を行っている。この作品はまた後のユートピア的な SF 小説の展開において 上道となったようなフェミニズム的な主題にも触れている。例えば、両性の実質的な同一化や、家庭内奴隷から逃れ、男性と同等の自由を任意で追求する、女性像といった主題のことである。赤い星のユートピア像と現代社会との目立った、相違点は、労働者が自分の勤務時間を完全にコントロールできるということだが、もっと微妙な違いは、 会話などの社会行動に見出される。また、火星社会における輸血についても立ち入った描写がなされている。赤い星は、キム・スタンリー・ロビンソンのネビュラ賞受賞作、レッド・マーズの発想源の一つであった。登場人物のアルカディは姓をボグダノフと言い、設定上のボグダーノフの子孫ということになっている。ちなみにアルカディという名は、明言されていないものの、おそらく、 ストルガツキ兄弟の弟、アルカディの名をもらい受けているのだろう。組織形態学は、ボグダーノフの独創的な問題提起がなされた著作である。社会科学、生物学、物理学のすべてを関連性のある体系とみなし、すべての体系に横たわる組織的な権利を探求しようとすることで、これらの分野を統一しようとしている。年代初頭に完成されたボグダノフ。 組織形態学、普遍的組織学は後にノルベルトウィーナーのサイバネティクスやルトビヒフォン、ベルタランフィの一般システム理論によって有名になった概念の先駆けを数多く含んでいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。